とも後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。戦う構えに入って、勢いのある攻撃、おーっと、このポケモンではまずかったか。おっと、催眠術、あーっと、眠ってしまった。白熱したバトルが続いております。指示が出揃って、おっと、眠っていて動けません。ここで特殊能力をアップです。さあ、激しいバトルです。バトルの姿勢に移って、おっと、今度も動けない。まだまだステータスをアップします。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで目を覚ました。さあ、今度は急所を捉えた。さあ、熱いバトルが展開されております。ここでサイコキです。効果は抜群だ。あーっと、ダウン。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでスターミーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。激しい攻撃、おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。この攻撃、狙い的中。さあ、両者ともかなりダメージを受けました。ここで10番ボルトだ。弱点をついた。あーっと、ガラス来たか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでスグマラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。おー、決まった。効果的な当たり。ここで葉っぱカッター、きた。戦闘むなしく、ここでダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでケンタロスの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。両者激しく火花を散らしております。ここで自陣攻撃、効き目十分。ここでダウンです。ここで試合終了。も残り少なくなってまいりました。第6回戦です。勢いのある攻撃、おーっと、一発目から猛烈な当たり。あーっと、速い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでサンダーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。さあ、ここで、おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おっと、電磁波、おっと、麻痺してしまった。両者とも大健闘です。さて、
さあ今度は、おっとこれは外れ。さあこれは、おっと落ちてしまった。さあ熱いバトルが展開されております。さあこの場面で効果は抜群だ。ここで素早さをアップです。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっと麻痺して動けません。さあここで攻撃炸裂。あーっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでピジョットも登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、ダメージは大きいぞ。おっと麻痺して動けません。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。戦う構えに入って、おっとここは動けません。あーっと大爆発だ。鋭い当たり、あーっとダウン。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでスターズの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。ここで10番ボルトだ。狙い的中。おっとダウンだ。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。さて激しい攻撃、いい感じの当たり。さあ対するは、おっとあまり効いていない。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで波乗りだ。よし当たった。さあこれは、おっと特殊能力がダウン。さあ激しいバトルです。ここで体力回復だ。ここで体力回復だ。さあ熱いバトルが展開されております。いった。急所を捉えた。あーっと力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここで雷柱の登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここでポケモンをチェンジだ。ここでケンタロスの登場だ。さあここでよーし、
さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。おっと、ポケモンをチェンジします。ここでゲンガーの登場だ。ここで地震攻撃。おっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。激しい攻撃。おっと、このポケモンではまずかったか。あっと、ダウン。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。さあ、もう後がないぞ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。攻撃炸裂。あっと、一発の攻撃でダウンだ。ここで試合終了。